るほど。この発信機もポートマフィアの入れ知恵か。そいつは録音機も兼ねてる。この会話は今も軍警監査部が聞いてます。なぜこんなことを。君は優秀な軍人だった。いや、もう軍人じゃねえ。あんたの破滅を新聞報道で眺めさせてもらう。わしの破滅？なぜそんなことが起こる？軍警監査部は秘密主義かつ少数だ。ブラム君に命じ、監査部全員を神眷属にする。それで計画は問題なく続けられる。そんなことは俺がさせると思うか。お前ではわしに勝てん。どうかな。あんたの異能力への対策は考えてある。命令が俺を俺にする。この剣先を過去のお前に突き刺して、それでしまいだ。剣先が動かん。大前提を忘れてるぜ、隊長さん。どんな名刀でも要するに金属だ。つまり俺のもんだ。抜かった。アメノコ前後奪われた。けど、うちのボスが言ってたぞ。あんたを丸裸にしようが虫の息にしようが、絶対に油断するなってな。予定通りだ。刀身にあらかじめヒビを入れてあったのか。破片を取り出さねば。破片はまだ売るほどあるぜ。俺の異能の範囲外まで逃げる気だな。無駄だ。抑えても無駄だぜ。奥深い血管をたどって破片は登る。なんだこの傷。 T の文字。見事だ立原。猟犬でもわしを単独でここまで追い詰める者はそうはおるまい。猟犬じゃねえ。俺はポートマフィアの立原道三だ。なぜ裏切った。あんたほどの人がなぜ世界を。何、雨の御前はまだ俺の手元にある。見事だ立原。さすがはわしの部下だ。なぜ。最初に雨の御前を過去に押し込んだろう。あれは過去のお前を攻撃するためではない。過去に刃先を飛ばし危機を意味する不調の文字を送ったのだ。過去の自分にな。過去のわしはそれを見て未来の状況を推察した。そして今度は未来に向けて雨の御前を突き刺したのだ。つまりわしは逃げたわけではない。お前を暗号文字の前に誘導しておったのよ。過去に情報を送っただと。冗談じゃねえ。過去に情報を送れるなら、そりゃつまり未来予知じゃねえか。誰も勝てねえ。正真正銘の無敵。